8月某日、吸血鬼の噂が学園内に発生するが、首謀者と思われる彼らに思わぬトラブル発生。追記。僕の段取りを崩したことは許さないけど、ちょっと可愛かったよ、アリッサちゃん。 CD ドラマ舞姫実録裏風化学園史第2章第3話、この子誰の子。では聖歌隊の今日の練習はここまでにしましょう。皆さん、とても上手になりましたよ。ありがとうございました。さよなら、アリッサちゃん。また明日ね。さよなら。お嬢様、今日も素晴らしいお声でした。ありがとう、ミユ。ミユさんは本当にアリッサちゃんのことが大切なのね。はい、お嬢様は私のすべてですから。ごちそうさま。私はシスターに何も食物を与えたりしていませんが。え？ああ、そういう言い回しがあるんです、日本語には。そうなのですか。では記憶します。ん？どうしました？外から何か動物の鳴き声が。え？発生源は2時の方向、約30メートルです。この声は、まさか。やっぱり、まあどうしましょう。赤ちゃん？そうです、赤ちゃんです。書き置きのようなものは何も。でしたら、とりあえずこちらで。ではご連絡をお待ちしています。どうするのですか？困りました。警察は今人をこちらによこせないと。ですからしばらく私たちでお世話しなければなりません。この赤ん坊は捨て子ですか？いいえ、そんなことあるはずがありません。こんな可愛い赤ちゃんを捨てるなんて、そんな。よしよし、泣かないで。ビロ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 、バーン。どうしましょう。あー、お願い、泣き止んで。おむつが濡れているようですが。え、あら、本当だわ、大変。おむつおむつ、確かカゴの中に一緒に。これ？そうですわ。そしたら、うん、確か。シスターは赤ん坊を産んだことはないのですか？ありません。それに実は面倒を見たこともほとんどなくて。わかりました。でしたら私が代わります。私は3人ほど産んだことがありますので。え？冗談です。もうミユさん、真顔で冗談を言わないでください。これも訓練と学習の一環です。男の子ですのね、可愛らしいものが。可愛いの？私も見たい。ダメです、お嬢様は見てはなりません。でも。お父様に叱られます。シスター、あなたも見入っていないで手伝ってください。私も知識があるだけですので。あら、ごめんなさい。左辺と右辺を Y 軸方向に90度、後下方から X 軸に垂直に引き上げ、テープで止め、これで完了です。泣き止んでくれませんね。こういう場合、空腹であることが多いようです。まあ、でしたらお乳をあげなければ。シャッター。シスター、
いきなり脱いでどうするつもりです？母乳が出るのですか？よしよし、泣くな。ベロベロ、バー。お嬢さん。さすがです、お嬢様。泣き止みました。ね、ミユ。見せて、赤ちゃん。はい。わお嬢様。あ、見て、ミユ。握ったわ、この子、私の指。はい。きっとお嬢様の歌声の素晴らしさが、この子にも伝わったのでしょう。かわいい。ねえ、ミユ。私にも、こんな頃があったのかしら。申し訳ありません。私にはお嬢様がお生まれになった当時の記録は。そうよね、気にしないで、聞いてみただけです。でもこの子がもし本当に捨て子だったら、私の弟にしてもらえるようお父様に頼んでみようかしら。お嬢様。